んばんは。こんばんは。お久しぶりです。やっほー。なんか喋るのも難しかったんですけど、ちょっと喋れるようになって、で今日から配信とメールをしてもよくなったのでやりました。ありがとうございます。みんな、なんかまだ復帰って感じではないんですけど、一旦みんなに顔を見せようと思って。なんかめっちゃ鼻声 なんか声変わった？声変わった？声変わったんだけど声変わりましたね。なんか皆さんたくさんツイッターとかでたくさん応援してくれて、温かい言葉もねかけてくれてありがとうございます。すごい、それだけが唯一の。で今日はまあ今日から配信してもよくなったので、それもあるんですけど、今日は伝えたい、皆さんに伝えたいこともあるので、伝えたいこともあるので、もう少し経ったら伝えようと思います。で、なんかコロナになって最初はもうすごい高熱で、もう40度近くの熱が出て、すごいしんどくって、それで、なんか頭痛かったり、喉も痛くて、咳も出て、すごい最初の頃はめっちゃしんどくて、もうこの世の終わりぐらいってぐらい、本当にしんどくて、で、どんどん薬があるから、
薬飲んだら熱はちょっと下がったんですけど、あの熱が下がったら今度はもう尋常じゃないぐらい喉が痛くなってあのなんか喉がひっつくし、もうペタンって閉じるし、もうすっごい痛くて喉が、だからもう唾とかも飲み込むのさえ痛くて、痛かったんですけど今はこんな感じで咳が止まらなくて咳が止まらないですね。食べれない、なんかね食べるのもちょっとしんどいけどあのちょっとずつ食べてます。でなんか周りにコロナになった人がいなかったから、なんかコロナってこんなにしんどかったんだなって思いました。みんなギフトありがとう。味覚はね、味覚は今なんか味がしないとかはないけど、ちょっと変で、何を食べても美味しく感じないって感じです。そうですね、そう、なんか立ち上がってたらすごいフラフラして気持ち悪くなっちゃうので座っております。まあ、いつも座っとるけど、そう気持ち悪くなっちゃう。そうです。で、あの明日はお話し会あるんですけど、明日と明後日お話し会はお休みすることになりました。なんかギリギリまで考えたんですけど、いろいろ考えて出した答えなので、はい、ね、こういう後遺症がなくなるまで休んでたらキリがないけどないけど、明日と明後日の話し会は倒れそうで、立ち上がるのもちょっとしんどいので今で、今こうやって咳もちょこちょこ出るし、こんな感じでいつもの元気なリオじゃないから、なんかみんなせっかくリオのためにそのお話し会取ってくださって話すのにね、なのにみんなに気を使わせてしまう出来になるので、なのでそれならね、元気になっていつものね笑顔のリオになった時にみんなと楽しくお話がしたいので、
なので明日と明後日のお話し会はお休みします。そう、お休みなので振り返りになるんですけど、マネージャーさんにお休みしますって伝えました。あの運営さんが決めたわけじゃなくてリオが判断したんですけど、運営さんが岡村は休めとかじゃなくてあの判断は全部本人なんで、本人なんですけどリオが休むことを決めました。はい、じゃあそろそろと伝えたいこと、そんなめっちゃあの重大ってことにはないけど、なんか（咳）うまく伝えれないと思ってボードに書いてきました。と今からボードをご覧ください。ドキドキ。ちょっとはい、行きますよ。みんな待っててくれてありがとう。毎日ツイッターにたくさんの応援メッセージ嬉しい。実はショールームのプロフ欄に毎日日記を書いてたよ。今日のもう雨で明日のお話し会のことも書いたよ。プロフ欄もメールもどっちも読んでね。今週のお話し会はいろいろ考えてお休みすることに決めたよ。楽しみにしてくれた方々ごめんね。でも振り返りの時に溜め込んだ愛を爆発させて思いっきり笑顔で話そうね。リオのこと待っててね。イエーイ。紙芝居みたい。うわ、みんなギフトありがとうございます。たくさんコメントもありがとう。ありがとうございます。皆さんリオの気持ちは届きましたか？届いたかな？もばめには書いたんですけど、あのショールームのプロフィール欄にも毎日書いてるのでそれも見てほしい作って書きました。
あの豆もね取ってない方もいると思うので、しかもそのプロフィール欄はあのね存在感薄いからあの更新してもね通知とかもいかないので、なのでみんな気づかないと思うんですけど、ぜひ見てください。何でもいいですよ。ハッシュタグは、ハッシュタグはね、いろいろ見てる、見てますよ。あのハッシュタグリオとツンツンも見てるし、ハッシュタグオカリオシも見とるし、ハッシュタグ岡村リオも、普通の岡村リオもリオツンも見てます。なのでハッシュタグは何でもいいです。みんな待っててくれて嬉しい。ありがとうございます。あのねリオがお休みしてる間にいろいろ情報が出てますね。あのなんかペンライトのなんかフィルムみたいなのがあの販売されたりとか、あと歌唱力のファイナリストライブのあのチケットの販売も始まったり、あとはあのお話し会の決済ミッションが今日までらしいので、皆さん必ずしてください。あのミッション忘れちゃったらリオとねお話できなくなっちゃうので、必ずよろしくお願いします。あのリオいつもなんじゃけどさみんながあのツイッターに載せてくれたツイートは全部スクショして全部残してるので、決済大事って書いた習字なかったっけ、あるよ。そうあのおとといのねオープニングアクトもお休みして、あずみんとゆうかが二人でやってくれてました。うん、みんなとやりとりしました。ノアピは大丈夫かな。ノアピともねさっきまでずっと連絡してた。似てました、あの症状がノアピと。腰痛の分まであずみんとくるくる頑張ってたね。すごい頑張ってた、ありがとう。ああ今配信してるんだね。
でも本当に最初は声も出なくて、そう声も出なかったです。でも久しぶりに今こんなに話してる。もうずっと声を出さないように生活しててだからこんなに話すのは久しぶりです。家でもね、家族とも LINE でやり取りしてました。睡眠はできてる。うん、めっちゃ寝てますよ。めっちゃ寝てます。もう55分。あらまあ、なんかアバターガチャやってる？今アバターガチャやってますか？あ、してる？みんな投げてね。てかなんかタワー来てますかね、これ。なんか見えるのは2本立ってるんですけど、タワー来てますか？来てる。誰がどなたがどれを投げてくれましたか。あ、セラハシさんが ST48 タワーで、サトシさんが STU クマちゃんタワー、森森さんも STU くまちゃんタワーで、テイクストック2023さんが普通のタワーぐらいか。ありがとうございます。なんかボケとるみたい、リオがゆっくり話しとるけね。タワーありがとうございます。こんなに声出したのも久しぶりなのでは。うん、さっきも言ったけど久しぶりですよ。あ、58分だ。今日はね、伝えたかったのでさっきのことを。それではありがとうございました。待っててくれてありがとう、みんな。まだ休んで、ね、しっかり直していつものリオに戻ろうと思います。
みんなのリオの、リオへの愛が嬉しいです。あのどんな時もね、オカリオシのみんなとなら乗り越えられると思っておりますので、皆さんこれからもリオのそばにいてください。ちょっと今日はランキングはなしにしようと思います。それではバイバーイ。みんな花金お疲れ様。バイバーイ。